ヒルダウ。堀多いですね。堀多いです。堀多めですよ。でもここの堀ってあのこれだけちゃんと整備してるし、障子堀もあったり、こういういわゆる、まあまあ普通の堀っていうと、はい、こういうと何ていうのかな、まあよく山城とか写真とか画像を撮りに来ると、みんな茶色くてよくわからんみたいな。まあ、まあ渋いっすからね、山城はね。なりがちなんですけど、割とそうならないで済むんですよね、ここね。そうそうそう、それはわかります。これなんか明るいですよね、なんか。なんでだろう、日の照ってるからかな。なんか明るいイメージがあるんだよね。はい、はい。ほんと日当たりもいいし、多分草とかもすごい綺麗に。そうそう、そこが大きいですよね。うん。あの、目がわかりやすいんで。わかりやすい。山城の本当にビッターさん向けですよね。うん、それはわかります、うん。説明しやすいでしょ、ここ。しやすいです。ですよね、見えますもんね。うん、まああれがねみたいな感じです、ね。さっきからあのさっきから私あの話してるのもう完璧武将隊の時の。いやいやいや、だろうなと思ってるけど。ここ山中城ですね。もしかすると。動画のサムネになってるかもしれない。そうですね。昔はここもね、やってたんですけど、ね、うん、営業してないんだ。営業してないんだ。うん、そっか、周りに結構そういったとこがない。そうね。だからね、タバコ吸ってるおばあちゃんが田舎だな。いろりみたいなのがあって、なんか。ああ、もう全然車来ないですね。全然車来ないですね。本丸の下から降りてきたから、うん、でもう一つ行くともうすでに三の丸のエリアになってます。で、なんでこっち側に降りて歩いてるかっていうと、はい、あそこの倉庫に、さっき倉庫に触りました、はい、を、通りながら行こうと思います。あ、いいですね、はい。ここって三島市の外れになる市役所とかが遠いところなんですか。はい、三島市の一番外れです。あ、そうなんですね、やっぱり。ここからその三島市の中心までは遠いんですよ。あ、それでもね、20分ぐらいで来てるかな。そうなんだ。車で来ないとしたら、はい、電車で来れる場所なんですか。電車とバス、バスが一応通ってまして、駅から、三島駅からこっち側、元箱根駅、はい、山中って書いてある、はい、三島から元三島と元箱根の間に、うん、
バス停になりますので、ここで降りればいいですね。ここあ、もう一個向こうでもいい。あ、もう一個向こうでもいい。あ、もう一個向こうだと、あの案内所のまんまいかな。駐車場のまんまいかな。実は、ここを見たんですけど、ここの脇から、さっきのあの、はい、田浦の池、ああ、ありましたね。あそこの池のところに出れるんですよ。あ、そうなんですか。うん。で、池のところに出れて、そこが倉庫です。倉庫です。はい。ブランコとか。5月第2週ぐらいに来ると、うん、たまに地元の方はこう、なんていうかな、墓前供養とかやってたんですよ。ああ、うん、で、なぜか甲冑の人から来たら、おお、来いよみたいな、そうです。バーベキューに混ぜられたっていう。大丈夫ですか、化けて出たんじゃないかと思われたじゃないですか、たぶん。謎の汗が出ましたけど。甲冑姿でバーベキューって。なんかウィンナーとかビールとか焼かれたって、いや車だからいいですよ、酒はさすがに。で、そのかに考えるんですけど、はい、まあ、さっき言った通り、まあ、間宮さんの娘さんが家康に頼んで作った、お寺さんなので、はい、河原のところに見てみたんですよ。あ、本当だ、宇宙の子なんです。そうですね、徳川青いですね、徳川の、そうですね、門が入って、はい、こちら側がじゃあ歴戦の、こちら側に一応武将の墓が、一応ここに案内板が出てるんですけども、うん、さっき言ったように、こちらはですね、実はあの工場型の武将のお墓の、うん、豪氏の正体なんです。で、一番右だけ、分かりやすいのがバッテンマークついてますね。ついてますね。松田家の家紋なんです。上昇松田の、へぇ、バッテンなんだ、はい、松田兵衛大夫安永のお墓、うんうん、で、あと真ん中3つが、いわゆる、マミヤさんとかちょっと、豪氏の正体のお墓、うんうん、今でもちゃんとね、お供え物もされてるし、線香もね、すごいありますもんね。はい、まあ、お正月あってというのもあると思うんですけど、あ、ちゃんと三つ六。あ、これはね、三つ六じゃない。あ、じゃあ武田、これ、間宮さん。あ、間宮家の家紋ですけど。あ、本当だ。え、どっかで見たような家紋ですよね。武田とかにもこれ同じような家紋使ってる武将、うん、そうですよね。うん、だからこれは間宮さんなんです。いつ取られた武将さんのお墓で、うん、これが鬼沼建脇、うん、で真ん中が、ちょっと読めないな、石がだいぶもう、そうですね、あと久米さんとかもあったはずなんだよな。上州箕輪城ため、上州箕輪のためさんですよ、はい、よく読みましたねよく読もうツルツルじゃないですか、ここに上州、あ、ほんとだ、ここに寄ってよく読めたで、あとは、これ徳川が、あ、失礼、攻めてきた豊臣方の武将なんですけども、はい、一つ柳さんで戦時してらっしゃいます、はい、有名な武将ですよね。一つ柳さんのお墓なんですけど、立派ですね、はい、伊豆の神、図州大使、はい、で、なんでこう豊臣方の、うん、その祖父柳さんのお墓だけ別になってるのか立派になってるのかそうですというところなんですけど、実はあのまあなんていうのかな、まあどうしても勝って勝ち組っていうところもあったりはするんですけど、はい、あともう一つやっぱりここの山中城の国史指定課のところで、うんうん、かなり、その一つ柳さんの末裔の方から、ああそうですか、うん、尽力されてるらしくて、へえ、そういう多分ゆかりもあってっていうところもあると思います。へえ、それはまたすごいいい話だな。これあれですね、さっきの、さっきのですね、間宮泰俊、はい、将来、その一族、はい、上司松田兵衛大夫、はいはい、
群馬県の三浦城主、ため、出羽の神、と、と、あと、豊久保ですね。あ、なんかでもいい話ですね。敵軍、味方問わずこうやってね、御、はい、前が並んでるって、はい、大事な、すごく大事な、ところです。そしてそれをまとめてちゃんと作ったのは僕だと。そう。なんか歴史の縮図みたいな感じですね。そうですね。ああ、いいこと言うんだよ。歴史の縮図、本当だ。使っていいっすよ。使っていいっすよ。なんでここにほら、山中城。ああ、なるほど。松江って書いてますね。はい、伊豆の神、直末、光栄。うん、うん、一つ柳、定瀬、定吉と。すごいな、自分の先祖が討ち死にした場所をこうやって、はいはい、でここには、まあ、あの城主の記録が、合戦の時の記録、そうですね、左翼、はい、徳川家康はちゃんと書いてますね、3万人とか書いてますもんね。すごい。ここはもう三度までですよ、三度までじゃ、もう三度まで入りました、三度までじゃ。おそらくこのちょっと下がってるじゃないですか、うん、これはもともと三の丸のこう区画のこの点差そのままなんじゃないですか。そうでしょう ね、 ね、であそこら辺も普通に土塁なんで、そうですね。もうなんかもうちょっと山がこうなってたら土塁だなって分かりますもんね。あの家の垣根が土塁土塁ってすごいな。もうねこんな感じですよ、完全に土塁、土塁っすよ。土塁の一部をアンテナ立てにつけ使ってみてるとこもね、なんかね、すごいですね。あ、駐車場に戻ってきましたね、はい、まず。これで一応今、いわゆる西の丸、二の丸本丸の方のエリア全部踏破してきました。ちょっと待って、まだ半分ぐらいですか、もしかして。3分の1ぐらいですか。3分の1ぐらい。これはあれですね、2周にわたりますね。これ完全に。これ、ここだけでも1周はちょっときついかもしれないですね。そうですね。3周ぐらいになっちゃうかもしれないですね、これ。えぐい分になりました。この後まだ、押し汁の PR、押し汁もあるんですけど。押し汁なんかね、もう。あ、普段ばっかりでちょろっと喋って終わりかみたいな感じになっちゃう。もうなんか3月ぐらい開けちゃうかもしれないですけど、終わったぐらいに。で、最後渡りまして。これなんか山中城はもともとこの道を挟んであったってことなんですかね。あ、この、国道1号線って、本当はないです。ないですよね。もともと。はい。ってことで、これが結局旧東海道なんです、ね。こっちか。はい。で、これを、あの、監視するために作られてるのが山中城なんですね。うん、そうですよね。うん、なので城の中に道があるみたいな感じで、そうですね、いいね、城の中に道がある、陸の海道に一望する、うん、これこの間の丸山城でもそんな話ありましたもんね、はいはい、この感じですか。である時もちょっと山中城っぽい、うん、あるもんですよねっていう話をちょっとしたと思うんですね。ここが案内所、ここには御朱印が、 Wi-Fi も使えます。これを見ながら、五条院です。五条院ってこうやって売ってるんだ、はい、こうやって売ってるんだよ。でこういうの、これを見てお話を聞くとおそらく比較的分かりやすいかなと思うんですけど、はい、ここが現在地ここなんですね。で結局これが元々の旧東海道なわけですよ。あ、そうか、こっちは新しくできた、はいはい、で旧東海道に対して上から攻撃を仕掛けられるように黒輪が配置されてるわけですよ。そうか、だからこう横長っていうか縦長に、はい、本当に道に並行して作られてるってことですね。ここの台先でもある、そういうことです。でどうも、ここの、三島市の、はい、文化財課の、まあ、偉い人が言うには、はい、おそらくこれは、うん、駐車場、駐車場、おそらくここは、馬出しって言ってました。今車出しになってるね。車出しになってる。今あそこは馬出しって。そうか、そうやって開発、まあ、開発されてる場所もありますからね、はい、さあ一番の激戦地だった大崎で丸に行くということですね。豊臣方としてはこっち側から攻めたってことでいいんですか。そうです、こっちの方が本体の本体が出てきたっていうのはやっぱり旧東海道なんで、はい、一番
道幅があって、うん、あの大人数通せるのはこっちだったんで、あとはもう感動で本当に山道っていうか獣道でいいんですね。ああそうですよね、本当にスムーズに通せないので、うん、どうしても遊撃隊みたいなのは行くしかないんですよね、うん、ああここもいいですね、フェアウェイが綺麗だね。地図で見た通りこう縦長というか横長というか、はい、細長い感じなんですね、はい、奥に長いです。うん、さすがにこっちには障子堀はないんですね。堀障子、堀障子あります。こっちも作ってるの？あります。そんなに広くないでしょ、向こうに比べたら。あります。まあ変態だなっていうぐらい、ね、作りすぎでしょ、ちょっとそう思いますよね。俺も思います。なんでそれを見やすく見やすいところに行くのはあっちの階段の方で行く、はい、ここはあのいつも掘り底を歩いてる状況なんで。ああなるほど、こっちがあのババクルワなんで、はい、こっち側が、はい、そこがババフロアですね、はい、うん、ここも障子になってやっぱりあるんだ。やっぱりやっぱり作ってたんだね。ありますよ。ブレないですね。マニアです。もう大丈夫なのかな、これ作ることに一生懸命だったんじゃないかな。もうなんかもうあれしちゃってるみたいな感じで収穫しちゃってるみたいな。そうそう、ちょっと隙間があれを作ろうと思ったのかな。でまあここね、実はもう普段立ち道に住んでたんですけど、はい、このこっちが実は全部障子堀なんです。え、この裏側？はい、この向こう側。そこ登って見てみるよね。そこを見るよね。ここがこれ堀になってるんですね。ここも堀？ここも、ここはね堀のちょっと手前ぐらいかな。そうですね。だ多分向こうから分かんない、向こうから敵が来るって言ってだから、うん、こう結局広い区画だと思って普通に車だと思って入ってきて、うん、来たらあやべえ堀だっつって上から撃たれるみたいな。ああそうですね。いやうまいことできてますよね。大崎出丸、はい、大崎出丸の一幕です、はいはい、あ、本当だ。本当だ。ここまでそうです。なかなかの深さですよこれ。これあそうかそうか、これさ、去年 OCG、 あ、今年か、はいはい、見ました見ました。あっちの方から撮った写真ですよね。あそこの垣根のところから撮った写真。そうここか。なるほど、豊臣の兵が向こうから登ってくるやつ。そうですね、はい、向こうから登ってここの堀ですね。ここの堀で上から撃たれて殲滅。一つ柳戸の内陣もここの堀です。あそっか、はい、大崎出丸の方です、はい、こっちですね。なんでここが一番激戦区。確かにここの角度からだと上すごい見えますね。上からだと上からだとめっちゃ見えます、ね、うん、この角度だと鉄砲じゃなくてそれこそ石落としとかでも結構致命傷になる、うん、そうですよね、結構高いですよ、うん、ここからだと、うん、そして眺めが素晴らしいと、はい、そしてなぜかそこにドラゴンキャッスル、あの時にドラゴンキャッスル、あの子供 あのアスレチックみたいな。ああそうなの、あれあれ、あれそうなんですか。そうなの。ヘリポートかなんかかと思ってたの。ドラゴンキャッスル、あんなとこにあるの。ドラゴンキャッスル、決して藤波辰巳じゃない。そうそうそう、僕も一緒そっちが見たかった。えすごい、残念ながら一応こっち側が入れなくなっているので、はあ、今下にはこの上から見るしかないんですね。今下には降りられないですね、はい、降りられないんですね。そうか、ここから見て眼下に豊臣軍がわんさかいたら、うん、どんな気持ちだったんだろう、なんかやったるでってなるのか、
無理無理無理帰りてーって無理無理無理って思う人もいるでしょうねいっぱいいるでしょうね、でもまあ北条方ほとんど引かずに戦ったってことですよね。まあ4分の3は戦ったんですよね、4分の1は見えたったっていうのも、まあ、一応概算だったりとか、あと結局なんていうのかな、寄せ集めだったんで他に自分の城があるからそっちの方で戦わなきゃいけなかったんです。ああ、そっか、自分の城ほっといてここで打ち切りでいいみたいな話になるじゃないですか、それ。なんかあの時って自分の城じゃないところを守ってる武将も結構いましたよね。いますね。だから結局呼び集められちゃうから、で結局北条氏政とか氏直の方で小田原城の方で配置を決めるわけじゃないですか。でそうすると自分の本拠から移動させられちゃったりもするので、加藤もね、城主は小田原にいますとかも、はい、なんでやっぱりちょっとそこら辺はね、あとはこうなんだろう、自分で望んで最前線に行きたいって言ったものづくりもいるみたいです。いそうだなあ、ここから見て、いや深いわ。ここですね。え、これ堀越えてここを登ってくるってこと？そうです。で無理でしょ。こんなサスケじゃねえんだから。あ、本当だ、サスケみたいなのがある。違った。あれか。サスケがあった。すげえなあれも、なんか初めて見た。なんかすごい。ドラゴンキャッスルっていうのがあるんだ。ドラゴンキャッスルと富士山が並ぶってすごいですね。山中城ってその、はい、豊臣が来てからその後どうなるんですか？いやもうそれで落城してからもう波状ですね、もう捨てられてます。そうなんですね、はい。じゃあ長らくじゃあ、まあ、変な話ほったらかし状態だったんですか？です。あ、それがここまで綺麗にするって、はい、でそこも、まあ、いわゆるすり鉢狂わで、はい、まあ、すり鉢状で一番そこのところが深くて、でこっちに向かって攻めてくるものだから登ってこなきゃいけないんですよ。はい、で、まあ、実際体力のある方やってもらうと分かるんだけど、はい、その登ってくるとめっちゃスピード出ないんですよ。そうですよ、そうですそうですよ。こうですよね。めっちゃスピード出ないんで、これは撃たれるだろうっていう感じです。そうか、上から狙い撃ちですもんね、はい、でそこの今垣根があるけど、はい、垣根のところに多分木の壁が立ってて、そこの隙間っていうか穴開けて、うん、沢から狙い撃ってる状態なんで、そりゃよくできてるわ。でも打たれるわな、うん、あっち側からこう来る感じですかね。あそこはちょうど小口になってるんですね。はい、すり鉢狂わね、はい、こう来るか、こうか。いや、うまくできてんな、さすがだな。いや、すごい。じゃあちょっとそこのすり鉢狂わの小口に行きましょう。行きましょうか。でそこで多分今山中城としては最先端になるんで、一番先に、はい、はい、昔からが最先端じゃないですか。最先端は馬出しなんです。うん。だからやっぱりあそこに駐車場の中に馬出しがあったんですよね。ああ、そうですね。角度あるなぁ、はい、こうやってみると、ここから入ってきて、まあ、こっちに向かって、うん、駆け上らなきゃいけない。そうですよね。で上が、うん、あそこに板があって、はい、板があって、あっちから鉄砲構えてるやつらがわんさかいる、うん、こっから曲がってくるからこっちの様子が分かんない状態ですか、ね、そうです、そうです。いきなりですよね。いきなりです。入った瞬間に向こうからパーンって打たれる。吉信馬それ当たんなかったとして、これ登んなきゃいけないですもんね。登っていくね、ところで打
たれるよなっていう。うまくできてんな。あとはあとその当時の鉄砲の連射性能ですよね。そこですよね。やっぱり途切れてしまったらその隙に登られちゃうとかあるんでしょうね。横に10人ぐらいしか多分こうだと見られないでしょうか。どのくらいだったんでしょうね、鉄砲の量とか。そこまでは多くは、ね、鉄砲の量はでも多分ね、ここ結構あったんだと思う。あ、そうですか。だから弾の方がむしろ足んなくなってるみたいな。あー、先に。なるほど。そんだけ撃ったってことなんですね、うん、じゃあ。だんだん弾がね、発掘されて出てくるものが、うん、あの粗悪なものとか。ああ、もう急いで作ったぞって感じのものが。あともう、もはや、あの、弾なくなって石とか。もう末期じゃないですか。出てくるんで。そんだけバンバン撃ったってことなんだ、でも。うん、なんかそういう銃撃戦っていうのもなんか珍しいですよね。戦国時代での。そうですね。だからこう、イメージとしてやっぱり弓矢っていうイメージ結構強いんですけど。まあ、ここは本当ね、鉄砲で、攻撃もなんかね、本当に、あ、攻撃だなっていう感じで。そうですね、うん。なんかこう、城の教科書になりそうな感じですよね。そうですね。そうですね。で、まあ、こういうと、ここの、ここが武者玉にっていうことになってる。うん。まあ、どうなのかなーって、ここは。うん。ということで、ここは山中城の最先端になっております。いやいやいや、2時間ぐらい喋りましたか。2時間喋りましたか。多分1時間半は取りましたね。喋ったな。喋ったけど、これは面白いな。いや、これは面白い。いや、こんなに広いとは思わなかったです、僕。ああ、うん、まあ1時間あれば余裕で終わるみたいな感じだった。それでもこんだけ広くの何か残なんかこう、ところどころに障子彫りがあったりとか、そういうイメージだったんですけど、絶対的に残ってると思わなかった。絶対的に残ってる。あの、だからやっぱりさっきも言ったけど、まず、山をこう、なんていうのが集落だったから、うん、まずそんなにこう人が住んでなかったっていうのもあるし、うん、あと、それで、こう、遺構破壊される、開発される前にやっぱり、うん、ああ、そうですね。国の指定化されて、エリア抑えられてたっていうのは、土地を抑えられてたっていうのはやっぱり大きいと思います。そうですよね、はい。こんだけ広ければね、本当にゴールじゃなかったかもしれませんね。眺めもいいし。あるあるですよね。うん、あとは学校とかね。そう、学校はすぐなりますからね。城は学校になりやすいですからね。まあ、そういうね、ところも逃れられて。ねえ、これはちょっとすごいな。三の丸 の一部以外はもう全部後ろ、土地を抑えられてる状態なんでね。まあね、車で来るのも便利だし、はい、城もこんだけこう残ってるし、はい、眺めもね、富士山があんなにでかく見えるし。今日は富士山すげえ見えてますよね。これはだから。イレギュラーっていうぐらい見えてます、うん。今日は山中城でしたね。はい、山中城でした。富士山が見える場所でということなんでね。若干のこの焦げ臭さが漂う田舎独特の、そうですね、なんか燃やしてんな畑がみたいなね、はい、遠くに我らヒルダウ。